んばんは、6時のニュースをお伝えします。富山県のとある農場で猿による深刻な被害が相次いでいます。富山県のとある農場で野生の猿が作物を食い荒らして深刻な被害を受けています。しかし、ある農家の方のアイデアでその被害が減少傾向にあるとのことです。それは犬を虎柄に染めることです。ある農家の方によると、うちの犬を虎柄に染めれば猿が寄ってこないんじゃないかと思い、農場の警備に虎柄の犬を投入したところ、農場では猿の被害が減少したとのこと。飼い主である農家の方によると、ちょっと犬が凶暴化した気がすると語っていたとのことです。続いてのニュースです。茨城県に住む男性がブームに追いつこうとした結果やらかしました。茨城県に住む70代の男性は、遠く離れた佐賀県に住む7歳の孫が漫画の鬼滅の刃にハマっていることを知り、少しでも話題を共有するため、普段は読まない漫画、そしてブームとなっている鬼滅の刃を独学で勉強し始めました。そして久々に孫と対面を果たし、自慢げに、おじいちゃんも鬼滅にハマっているんだよと孫に告げると大喜び。続けて、この猪之助ってキャラクターが好きなんだとタブレットで画像を見せると、全然違いました。確かに特徴であるイノシシの仮面はかぶっていますが、まず漫画が違います。これについて男性は、横にいる黄色いやつは善逸だろと最後まで気がついてなかったとのことです。ちょっと、ね、違いましたね。以上。